さあ、国家斉唱。何段いけると思います？いや、まあ普通にポルトガル順当に 2-0 ぐらいじゃない？まあ 2-0 か。でも、ポルトガルさ、あの、ユーロ優勝した時さ、はい、なんか3分けとかだったよね。そうそうそう。3分けで、なんか3位で。マジしょっぱかったから、ね。ポルトガルはなんかメンツいいじゅ、イングランドと同じなんだよ、俺の中で。いや、メンツマジ。メンツはいいのよ。フランス、イングランドと試せんかれるぐらいもんな、マジで。クソいいんだけどね。思いのほか塩なんだよね。うん、2020年もなんか。2020年。なんか。なんだ3、あれも3位だ、3位滑り込みみたいな感じだった気がすんな。いつもなんか、そんなだよな、マジで。うん。あと、チェコ。このロナウド。いや、ロナウド。ね、見てみろよ。すげえ、マジ全然吹けねえな、なんか、こいつ。ワールドカップ行く気満々だろ。マジで。やべえ、全然最後の大会感がないわ、うん、こいつ。マジで。青色のコップさん、320円スパイト。ありがとうございます。ありがとうございます。今度お酒飲みながら配信してほしいです。酔ったらどうなるか気になります。お酒配信。で、お前はあんま変わんないじゃん。俺はそんなね、変わんないよ。俺とあいつがやばいから。そう、あいつは普通にね、弱い。まあ、俺も弱いね。お前は結構気性荒くなるよな。気性荒くなんねえ。いや、ほんと？ほんとだよ。いや、ビールがやばい、飲むと。ビールがやばい。ビールはマジ、ほんとに悪いよ、それ。あ、そうなんだ。お前、いや、いつもあんまいいイメージないけど、お前に。そうか。よ、泣いてない？酒飲むと、うん、泣かねえ。ふざけんな。泣いてないか。りょうくんはなんか普通に頭痛いとかなんか、うん、普通に多分体調悪くなるんだよ、あいつ。ああ。飲むと。そうそう、メンヘラみたいになる。なんでよ、ふざけんな。なってんだろ、お前。ふざけんな。お前、酔ってっからわかんねえんだよ。いや、なんで、なんで。それ、飲みすぎたら、いや、あんま記憶ないかも。お前、一杯ぐらいやったら全然。まあ、お前も全然あれだよ、飲まないよ。ああ、でも。うん。でも、ずいぶん飲むようになったな。そうか。昔なんか本当、もう一杯だけみたいな。ああ、そう。イメージだったけど。いや、今も。今は、でも、普通に。おー、縦に落とすんだ。24メーター、うん。ちょうどいいぐらいか。うん。ちょうどいいな。と見せかけてブルーのあるっすか、うん、いや、でも、もうロナウドが。いや、もう、もう、もう。もうロナウド領域やからね。ただ、壁でかいからね。気をつけて。シューではなかったな。ちょっとね、巻きが。甘かったな。なんか、チェコの。お！おー！おー！ちょっと今大会ゴラス多いって、マジで。うわぁ、これは、これは、一回でこじ開けられた。あんだけ攻めてたのに。うわぁ、うわぁ、こんなことあるんだ。いやぁ、それはちょっとやばいわ。これはちょっと予想できないわ。うわぁ、めっちゃいいシュートだし、ね、これ予想できたやついないんじゃない、マジ。もうポストに当たってるでしょ、これ。いやそのシュートはやばいっす、ね。うわぁ。これ、後半1本目か？いや、マジで1本目ってか、枠、初枠ないじゃない、これ。あ、初枠か。多分。
いやー、これ。いや、ちょっと。どうした、どうした、ポルトガル。あ、そして、ジョタ。誰と変えた、おー、いいとこ入った。せいやー、来た無理くりゴールです。ゴリ押しです、ゴリ押しです。よーし、これぞパワーが。いやいや、クロス上げた甲斐があった。上げ続けた甲斐が、上げ続けた甲斐あったね。やっぱ上げ続けるものには報われるっていうな。何が起きたのこれ。キーパーが弾いたのか、そのまんま当たったのか。あ、これはまずドンマイだな。苦しも減ったくれもない。減ったくれもない。よし、追いついたぞ。おい、いいのか、これで。これでいいのか、ポルトガルサッカー。まあ、こっからね。まあ、こっからやな。こっからよ。よいしょ。いや、そういうのにいいんだよー。わあ、わあ、ジョタ、ジョタ、ジョーカー、ジョタ来ました。来た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 。おー、なんだなんだなんだ、揉めてる揉めてる。あ、ボールでパフォーマンスしたかった。おー、こういうのでいいんだよな。これこれこれ、こういうの待ってたぞ。やはりクロスだな。いやー、やっぱジョタありだったな。いやいいよ、ゴールチェック。何故？オフ？あれ？まあ、ロナウドだよな。ロナウドのとこか？あれ？え？え、これオフな？ちょっと出てた？肩がちょびっと出てたかもしれません。はい。え？チェックが早い。あ、早くね、チェック。クソスマートにチェックするやん。早っ。あー。ジョタロが。あー。マジかー。マジかー。いや、今のは完璧なボールだったけどね。絶対に。おっ、うわぁ。誰？コンセイソか。コンセイソか、これ。あー、おー。今年は違うぞ。今年は違う。ロナウドに取らせるぞ。取らせるぞ、また行くぞ。ユーロ優勝は通過点である。今度は決勝でプレイするんや、ちゃんと。90分フルで。フルで。来たー、セルジオ・コンセイソンの息子。いやー。フランシスコ来たー。いやー。それは終わらないっすよね。やっぱ、この交代組ですよね。交代組が良かったな。ここ、ネトーのもう、クロスから、もう最後は決めるだけ。いやー、よう詰めてたわ。おい。いや、まあ。マルティネスの交代がぴったりですね。ドンピシャの。これがあのベルギーをかつて率いていた。名将だ。これが違いか。角度違いか。さあ、でっかいパント。終わったー。そしてロナウドが叫ぶ。見ろよ、この機内の入った39歳。おー、コンセイソンもぶち上がりよ、これ。やっぱ一段と気合入ってるわ。やっぱロナウドでいいな。やっぱロナウドいいんだよな。気合入るわ。勝つが入るわ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。